オンエア大変だ。初めてきちんと謝った。申し訳ありません。神妙な面持ちでグループ全体で反省しております。したことを面白おかしく動画で報告。そしたらコラボ中の松田から辛辣なメッセージいただく。今まで何やっても謝らなかったのに、初めてみんなで謝った。安全への意識が欠落していたと反省しています。危険な行為をしてしまい申し訳ありません。安全運転しっかりと意識していこうと思います。ヒカキンさんが大変だ。先日初めての活休でお休みさせていただきます。理由は何かの準備らしく、ずっと水面下で準備していたことで、設計は結構YouTuber としての夢とは別に、ずっと叶えたかった僕の夢がようやく叶う発表です。言い方的にも結婚っぽい。そしていよいよ発表動画、重大発表があります。私ヒカキンの夢が叶うというのはこのことです。発表内容はまさかの、ヒカキンのラーメンができました。ずっとラーメンが作りたかったもう一つの夢だった。ヒカキン開発のラーメン発売、ずっとヒカキンの夢だった。1年作ってました。世間は結婚と持ち上げすぎて、発表書を僕感じ出す。一部の視聴者は荒ぶって、ラーメン発売ダメとんか、お前みんなね思ってたよ、ついにヒカキン結婚かと。コムドットさんが大変だ。ユーマがソロでメジャーデビュー、作詞作曲もしています。アーティストユーマとしてガチデビュー。これこれ MV 出す。今回は超超豪華キャスト、コムドットスカイピース東海光るマフマフ、超一流と MV 作って発表。動画をよくよく見てみたら、後ろにダンサーはいるけども、さあ全く知らん人、コムドとかヒカルとかどこにもいない。コメランジャーメンバーが豪華すぎて、見えないことにも納得しだす。これこれゆっくり踊りつつ、バッテンとブレイクダウンスもできた。チェンブームが起きている。 DJ 社長が挑発をバッサリ切って短髪に、清潔感出て大人っぽいと好評。一方はじめ社長も黒髪から一気に外鼻金髪、夢美容師にやってもらい、その額38万7千円。消えたレジェンドのめぐいさん、もうダメかと思ってたら、実は違うチャンネルやって、17万人いってた。ガチャガチャ紹介するチャンネル。
60本近くは100万再生超えて、中には500万超えて、